はい、皆さんこんばんは、大塩でございます。久しぶりにちょっとラグナロクの日常を今撮ってる感じだね。うん、ほんとマジで久しぶりだな。日常会なんかほとんど撮ってないもんね。まあ最近はね、割とね、安定して生放送ができるようになってきたから、まあやる必要がなくなったっていう感じでもあるんだよね。もともと日常会っていうのは生放送ができないフラストレーションをもう結局ちょっと動画で妥協しようぜみたいな、そんな感じのもんだったからね。さて、じゃあまあ今回のね、日常会なんだけど、まあレベル上げだね。うん、レベル上げをする感じかな。ちょっと重い。ちょっとね、気になるやつがいてね、今。ちょっとレジーナとカイザーを今連れていくんだけど。はい、あいつ。なんと家の近くにアルファラプトル湧いたんすわ。しかもね、レベルがね、なんと100レベなんだよね。ちょっと見えねえ。まあ、見えねえんだけど。はい、あいつはね、100レベ。ちょっとね、今回の日常会は、あいつをまず倒しつつ、で、その後レベル上げに行くって感じかな。うん。さてと、できれば、どうしよう、どこで戦おう。できればね、こっち側の水辺の方で戦いたいところではあるんだが、水は深かるからね、レジーナの。とりあえずカイザーを一回ここに待機させて、ここまでおびき寄せるか。オッケー。待って、やばい。待って、やばいぞ。待ってくれ。ちょっと待って。なんかノックバックしてない？あ、来ちゃった？これ、来ちゃったかな？やばい、カイザーに頼るまでもないパターン来ちゃった？さすがレジーナってことを証明するってパターン来ちゃった、これ。待って。下がりながら行こう。下がりながら、オーケー、水がかかった。かかってない。まだかかってない。ごめん。嘘ついたわ。ごめんね、サケさん、ごめんね。お前の隅っこを犯すけど。オッケー。なんか、ちょっと骨折られる、ちょっとサーモンに骨折られるけど。あいー、ちょっと待って。あいー、カイザーに耐えるまでもなかったな。危なかった、今。まさかの変な方向にノックバックさせられるっていうね。いや、よかった。いやね、ワンチャンちょっとね、なんで連れてきたか、レジーナ体力低いからさ。ワンチャン殺されるかなとか思ったけど。なあ、よかった。おー、いいね、戦利品。戦利品がいいよ。クロスボウの職人やんけ。欲しかったずっとこういうのが。え？あ、ごめん。いや、カイザー出番なしやったな。さて、まあ、アルファラプトルも倒したことだし、じゃあ本格的にちょっとレベリングの方行きますか。ちょっと傷が多いな。まあまあ、あれだろう。現地着くまでに回復させるべし。まあ今回やることなんだけど、まずね、あのアルゲンタビスをぶっ殺そう。うん、邪魔だよ、お前、んなとこ飛びやがって、お前、この野郎。まあ、オッケー。今回ね、渓谷地帯に行ってね、スピノサウルスを狩り尽くそうかなというところだね。うん。ほれ、スピノサウルスはさ、ほら、経験値がうまいからさ。だからちょっとスピノサウルスを買って、まあ、ちょっとね、レベルをガンガン上げていこうかなと、レジーナの。いずれはデスワームとかとね、対決させたいなとか思ってるからね。ちょっと待って、やばくね？大丈夫？ん？なんかおかしくね？大丈夫？ん？あれ？待って、なんか乗れないんだけど。え、どうしちゃった？ん？レジーナ？レジーナ？どうした？ちょっと待って、なんか乗れないんだけど。え、嘘？どうしちゃった？大丈夫？ああ、よかった。なんだったんだ、一体。いやー、快適。このさ、この水オフのかかってる速度は、ほんとマジで快適だな。なんか最近さ、レジーナ全然乗ってなかったから、ちょっとその快適さを忘れてて、なんかね、さらにちょっとね、思い出すというこの行為によって、なんかまた美味しい思いを俺はしてる、今。うん、何言ってるかわかんねえな。よし、じゃあ、とりあえず渓谷地帯着いたんで、まああれだな、こっからなんか、いろいろ、目につく生物全員片っ端からぶっ殺していくっていう、そういうノリで行こう。ただ、グリフォンとかね、なんかでかい、なんかちょっといいやついたら、そいつだけは生かしとこう。そいつだけはちょっと生かしとこう。ちょっと伐採しながらね、こう、伐採しながら行こう。
もうあれ、もう何でもいい、何でもいい。とりあえず、あの、倒せるもんだったら何でもいい。倒せるもんだったら何でもいい。倒す、倒す。え、硬っ。硬って、何これ。140レベルってこんな硬かったっけ。ミクロラプトらしいぞ。びっくりした。140レベルのカルナってあんな硬かったっけ。ね、60レベルのカルナこんな柔らかいのに。いやー、すぐ荷物がいっぱいになっちゃうな、これ。いや、荷物がいっぱいになっちゃうなって。ちげえよ。荷物いっぱいにしたの俺だろ。荷物がいっぱいになっちゃったなじゃなくて、荷物をいっぱいにしたの俺だよ、これ。ちょっとお肉って、お肉って回復するっけ、レジーナ。ああ、一応回復するか。オッケーオッケーオッケー。まあ、いや、じゃあなんか適当に食わせつつ行くか。とりあえず、あれ、ご褒美の霜降り肉食わしてあげないと。まあいいだろう。よし、オッケー。というか、まあ、荷物が増えたとしても、ちょっとテックとかは積極的にぶっ殺していかないとな、そういえば。あれだ、あの、金属鉱石が必要だからさ。テックとかあれだな、結構しっかりぶっ殺しておこう。レベルが、レベルとかちょっと高いと、まあ、もったいない気もしないでもないけど、あ、でこいつレベル高そうだな。すげえ高そう。168レベルだった。オッケー。やっぱり高かったか。なんか、アリンコが。これ荷物重くなったら一回帰ろう、これ。この子もレベル高そうだな、なんか。162。なんだ、テックステゴめっちゃレベル高いやついっぱいいたな。まあ別にもうステゴサイズはいらんけどな。やべえ、レベリングに来たのになんかいつの間にか俺金属鉱石と、あの、電子基板の採取になってるぞ。マジでこれ何に使うんだ、これ。このエレメントパウダー何に使うん、これ。このマップにおいて。このマップにおいてエレメントパウダーは何に使えばいいんだろう。全くわからん。とりあえずちょっとお肉少し食わせつついかないと。レジーナマジで体力ないな。さっきのユタラプトルでもだいぶ負傷してるからな。ちょっと慎重に慎重を期していかないとやばいぞ。まあ、だってなんだってまったりやるっていうモットーの日常会だぜ。日常会でさ、大事故が起きたらさ、そんなんただの動画だからね。ああ。いやー、ちょっとやばいね。てかね、日常会ってさ、基本的に俺カットあんましないっていう風にしたんだけど、さっきからさ、ブツ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 止まってっから結構今日はカット多めかもしんねえな。もしかしたらこの会話もカットされてるかもしんない。オッケーオッケーオッケー。体力回復してきたね。よし。まあ、とりあえずこんなところで良さげかね。よし。じゃあ行きますか。よし、荷物が重い。ちょっと荷物が重い。魚肉を置いてくればよかったな、少し。少し魚肉を置いてくるべきだったな。あ、まあ、食わしちゃっていいか。とりあえず食わしちゃってもいいな。スピードって魚肉の方が回復力多いとかあったっけ？おい、おい、さっきからさ、このインベントリー画面じゃねえか。いつまでこのインベントリー画面でやってんだ、俺。よし、じゃあとりあえず行くか。で、自分もちょっと、まあ、この辺のベイリー、なんか、どうでもいいから、とりあえず食っといて。おっそ！バフが切れると本当遅いな。別に、バフが切れても遅くは、遅いってわけでもねえけどな、そんな。ティラノに比べりゃだいぶ俊足だろ。なんもいなかったっけ、ここ。どうかな。さて、なんか、この中ってメガルドンとか泳いでこないんだっけ。第一シーズンの頃はなんかここら辺にちょっとイケス作ったら面白そうとかなんとかほざいてたことあった気がするな。なんか懐かしい。よし、あれだ、なんかあんまりいないな。なんかいなくね。あれ、なんか生物少なくね。大丈夫。あれ、もうちょい奥だっけ、生物いっぱいいるのって。俺いつも空から来てるからな。あれだよね、なんか空から行くとさ、なんかそんなになんか離れてもねえなとかって思ってるところでも、案外あれだよね、遠かったりするよね。どうかな。あれ、こんなんだったっけ。まあいいや。とりあえず行くべ。ただあんまりね、ちょっと、どうしよう。あんま振動しすぎて帰りにくくなっても、それは困るんだよな、ちょっと。それもそれで若干困るっていうのもあるんだよな。これ、なんといってもね、ほれ。荷物持てねえんだよな、レジーナ。あのさ、595しか持てないって、なかなか、あれだよ、やばくない？思うんだけど。595しか持てないんだよ。これね、あれだよ、ほんと、なんか、プテラノドンにちょっと、プテラノドンに毛が生えた、それは言い過ぎだ、それは言い過ぎだわ。それは言い過ぎだけどさ、この巨体でさ、595しか持てないんだよ。なかなか信じらんないよね。ティラノはなんか1000ぐらい持てんのに。なんなら、あれだよ、もう、パラサウロロフスなんかさ、もうこの3、なんか 2倍とか3倍なんか平気で持ってっかんね、重量。ほんとあれだよね、スピノサウルスはなぜか知んないけど、重量がさ、なんか、
なんだろうこれ、そこまでやりますってぐらいで不遇だよね。ここってさ、そこの方に真珠とか埋まってなかったっけ。あ、長槍、長槍ここにも泳いでんのか、ね、見えねえ、嘘だろ。例えば日常会でお魚集めとかしてみたらどうですかって言われて、俺もすげえ賛成なんだけどさ、あの未だにあれないっていうね。長槍ここにも泳いでんだ。未だにさ、何水槽ろくなもんができてねえから、やるにやれないっていうね。先に作ってからじゃないとね、後から移動させるのクソめんどくせえからね。待った、ピラニア来てるな。いいだろお前、いいだろ。レジーナの大好物の魚肉じゃないですかお前らは。お前らレジーナの大好物の魚肉だ。やっぱピラニアいるよね。オッケーオッケー。おーい、いたぜスピノサウルス。来た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 、俺の愛しのスピノサウルス。やばい、プテラノドンが襲われてる。救わねば。待って、誰か来た。めっちゃピラニアおるやん。エキリアあれだな、陸に上がってやった方が良さげだなこれは。ああでも普通に泳いできてるなスピノサウルス。お前もお前で結構いいカラーリングだな。なんか尾びれ綺麗だねすごく。俺なんか群獣色だぜ、ひどくないそれ。なんでこいつらスピノサウルスにビビらねえんだ。度胸ありすぎだろ。そんな、逆になんでワニにビビるんだよ。オッケー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 。まあ体力低いのは向こうも同じだ。体力低いのは向こうも同じだな。さてと、とりあえずこの辺のやつらちょっとまた捨てていかないと。大変だよ、もう荷物整理大変すぎるだろ。まあでもそんなに数いないか。やっぱりあれか、ちょっと倒し、スピノを倒しつつって感じだな。ああ石油あった、あったあった。オッケーオッケー。やっぱあったね、荷物っていうか。わ、ここ、こんな深かったっけ。バリオニクスいるな。バリオニクスのスタン、するんだっけ。もう、しかもすんげえいっぱいいるな、これ。うわ、めっちゃいるやん。何この数。うわ、これ、一網打尽にしたら気持ちよさそう、すごく。バリオのスタンって、あれかな、スピノサウルスに有効だっけか。ちょっと待って、上がれないんだけど、ここ。嘘だろ。陸の急流が激しすぎて上がれないっていうパターン来たぞ。いやー、あれだね、この殴りじゃないときはさ、本当あれだな、やりづらいね。ラプトルにも割と苦戦するぞこれは。オッケー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 。よう参った、よう参った、よく参った、よく参った、ここに、よく参った、ここに歓迎するぞ。一網だ、よし、これで一網打尽にしたろ。よくぞ参られた。あ、まだいた。まあいずれピラニアも結構大量にテイムしたりとかしたいんだけどね。まあ実はピラニアとかも大量にテイムしたい感はあるけどね。さすがに旋回性能じゃ向こうの方が上だな、ピラニアの方が。バリオニクスってマジでスタンするっけ。スピノサウルス、スピノをスタンさせられるほど の威力を持ってるんだろうか、あいつ のスピンは。ほんとマジであれだな、ほんと敵に回ればこれほど厄介なやつはいないっていうことが、味方 になればこれほど心強いやつはいないっていう、なんかよくありがちな言葉がほんと似合うやつだよな、バリオニクスって。おお、マジか。またピラニアいたよ。やばい、しまって、なんかステゴサウルスが肉の壁になってやがる。待って、ここさ急流が激しすぎてさ、落っこっちゃうんだけど、水の中に落ちるんだけど。嘘だろ、そんなことある。急流が激しすぎて水の中に落ちるわ。ん？待って、
いやー、もう持てないんだ荷物。あー、オッケー。あ、バリオニクス145だった。わー、もったいな。145だったのか、バリオニクス。ちょっともったいねえな。なんかぜひともちょっとテイムしたかった感はちょっとあるな。オッケー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 。あれだね、こう、だからアイランドとかもね、のさ、ほら転送するって転送使うよって言ったじゃん。だからもうアイランド用の恐竜とかをテイムしてるのもありっちゃありなんだよね、ぶっちゃけた話。アイランド用にこの子を送りますみたいな感じでテイムするのもぶっちゃけてありなんだよね。うわ、気持ち悪い、何これ。うわ、なんかゴミの吹き溜まりがあるんだけど、やばやばい、ゴミと虫の吹き溜まりだったわ。結構あれだな、うぜえ小型のなんか邪魔が結構入るな、ここやっぱり。まあそういうそういうバイオームだからな、ここは仕方がねえんだけど。てかもうマジで本当、もうあれだよこれ、もうね、ダメなんだよこれで。もう重量もう450だぜ。もうでもう4分の3くらい埋まってんじゃないこれ。やばいでしょ本当に。待ってこれさ、マジ魚肉とかの方が回復するよね多分。スピノサウルスだぞ、多分魚肉だろう。昔は普通に生肉が一番好物でしたけど。あとさ、スピノサウルスにニョキッと生えてくんね。あー、またなんか来たよ。もうすごっ、アルファみたいななんかカラーリングしてるぞこのスピノサウルス。怖っ。何、ティタノミルマソルジャーの方が攻撃してたの俺のこと。あ、アリンコめっちゃいるじゃん。いやー、あとは、あ、そっか、ユタラプトルに襲われるんだっけ。ちょっと待って、一回これ荷物下ろすか。ああ、軽くなった。スピノ一匹ぶち殺せばね、普通にもう十分な肉手に入るからね。オッケー、レベルアップ。どうせあれだな、体力には期待できないから。よし。え、テラーバードいる。テラーバードいた。マジ？テラバードいいんだっけ。ここはわ、結構やっぱ深いねこれ。でやっぱピラニアがいるんだよな、なんか知んねえけど。なんだろう、ピラニアがうぜえからサルコスクスなんか直営で連れてきてもよかったかもしんねえ、サルコスクスを。あ、でもあれかな、直営で廃してるときはあんまりなんか意味ないのかな、どうなんだろう。いや、タフすぎでしょ、お前ら。ピラニアだぞ、お前。お前ら、ピラニアだろ。どんだけタフなんだよ。現実世界でそんなスピノサウルスに何回も噛みつかれて、まだピンピンして噛みつきに来るような努力あったら、お前、すぐにアマゾン川の食物連鎖の生態系立てるぞ、お前。アマゾン川どころかあれじゃないの？もうなんかパニック映画みたいな感じで、パニックムービーみたいな感じで、なんか、ちょっと覇権握れそうだけどね。なんかもう主人公になれそうだよ。てか、ここのマップ、あれだね。なんか、長槍とか結構いるな。あと、あれ。アロワナとか。結構いるね。結構あれだね。なんかアクアリアで追加されてる、なんか川魚たちが結構いるんやな、ここ。スピノ全然いなくね、なんかあんまいなくね、スピノ。どっから出てきたお前、今湧いたのかな。お、硬い。オッケー、この世に生まれてわずか1分で命を絶たれる、なんともかわいそうなやつ、なんともかわいそうなやつねえ。さっきから一番相手にしてんのピラニアじゃねえかこれよ。おい、さっきから一番あれじゃん、俺相手してるよ。この辺の木とかも邪魔だから倒しとくか、これ。
昔はなんだっけ、とてもじゃないけど戦闘に参加させることはできないような恐竜をちょっとレベル上げしたい時とかに木倒して千本ノックとか言って俺やってたな。なんかあれだな、ちょっと火力不足感がちょっと出てくるんだよな俺の中で。気のせいかな。またピラニアいたろこれ。ほらやっぱり。無駄にレベルが高かったりするからな。無駄にレベルが高かったりするせいで全然倒せん。あとあそこにスピノサウルスいるな。やばい、こいつ二足歩行形態を強制的に解除しようとさせるか。いやまあんなギジネスの騎乗車貫通ディプロドクサのせいで若干ディプロドクサが少し怖くなってきてんだけど俺の中で。タフいな、なんだこいつ。タフすぎでしょ、めっちゃ硬い。レベルマックスかな、ちょっと見よっか。レベル135か。135こんな硬いんだな。あのスピノもちょっと色かっこいいね。あのスピノもかっこいいな、なんか。はい、おやすみ。え？お。お前らふざけんなよ、ほんとに。ちょっと待って。あれやばくね、ちょっと待った、ちょっと待って、あのスピノサウルス保留、追ってきてる、大丈夫か、よかったよかった。ちょっとあのスピノは保留にしよう、あれは倒さないでおこう。めちゃめちゃかっこいいやんあれ。え、かっこよくない、なんか。やばめっちゃかっこいいわ。ちょっとあのスピノサウルス保留にしよう。てかちょっと荷物やべえから、やっぱ帰るか一回これ。レベル1ぐらいしか上がってねえけど、意外とここ向いてねえぞレベル上げ。ピラニアがちょっかい出してくるのがうざすぎる本当。どうしよう、あのスピノサウルスちょっと保留にしようマジで。あれちょっとテイムしたいな。テイムできるかな。あ、バリューニクススピノサウルスに襲いかかってこないんだ、それはよかった。これで積極的に襲いかかられて麻痺されたらもうたまったもんじゃねえからよ。なんか今動きが急に遅くなったんだけど大丈夫？うん。あー持ってかれた、ラプトルに。ラプトルに持ってかれたぞ。くっそ、経験値持ってかれた。95か。あ？バリューニクスやん。なんで逃げ、何から逃げてたんだ。なんか火力不足感が否めないんだよな。何なんだろうなこの。いやあれだな、エクスティンクションみたいになんかね、ボロ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 、あの汚染スピード湧いて、汚染スピードとかが湧いてきてたりするスポットがあったりするといいんだけどね。すぐレベル上がりそう。いやーしかしでもまあそんなになんか痛でも追ってないな、なんか思ったほど。ユタラプトルも結構な数倒してきてるぞ俺。そろ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 、どうしようかな。ぐるぐる回ってみてやものの、なんか思ったほどレベリングになんか環境良さげに見えねえなこりゃ全然。あのスピノもまあまあなんかおもろい色やな。何かを倒してるような雰囲気出てるけど、このスピノもおもろい色やな。まあちょっと一回あれだな、陸まで行くか。なんか本当思ったよりなんかこう効率が良くなさげというか、あれやね、なんかいいレベルのやつが全然合ってないよね。
いいレベルのやつとかに全然出会えてないせいか、なんかレベルが上がらん、本当に。いいレベルのやつはまあ殺しづらいってのもあるけどさ、今、なんなら見逃したしね、俺。いいレベルのやついたけど見逃したからね。結局この辺のラプトル買ってる方がなんか、あ、多いっていうね。マックスレベルだったか。ね、なんかこれのさ、あの危険な小型動物とかをさ、買ってる方の方が多いんだけど、なんか。ん？こんなに多かったっけ、ここにタラプトルとか。なんかテラマードとかさ、上で湧いてるのが落っこってきてるイメージだけど、こんな多かったっけ。しかもなんか145レベルとか、なんか150レベルとか、さっきから軒並み結構いいレベルのやついっぱいいるんだけど。ラプトルに一体何があったんだ、あいつら。あれか、アルファラプトル殺されてちょっとゴリップなのか、こいつら。で、お前何してんの？これ、あいつか、こいつらアルファラプトルぶっ殺されてゴリップか。やばい、ちょっとテック殺しすぎて少し本当に荷物やばくなってきたな。一回帰るか、やっぱこれ。きついぞ、ほんと。うん、ちょっと帰ろう、これはもう。ダメだ。荷物が持てないっていうことが非常になんか、やばい。あの、デメリットになってる。まあ、とりあえずお前だけは死んどけ。よし。よし、じゃあいいや、もう帰ろう。なんか、レベルな、なんか3レベルくらいしか上がってないけど。なんなら俺のレベルも上げたかったんだけどな、なんか大して上がんないっていうね。まああとちょっとそろそろ暗くなるしな。あとそろそろ暗くなるしな。あー、しかもやべ、寒くなってきた。もうちょっといっぱいスピノサウルス湧くスポットなかったっけ。ないか、さすがに。あ、またピラニアかよ。こいつらずるいよな、なんか知んねえけど。なんか、わざわざご丁寧に戦いやすいところまで行ってやったら、なんかそのままスーって潜って逃げ上がるし、あいつらずるいよな。まだいるのか、ピラニア、この野郎。いやー、待て、スピノ。待て、スピノ。待て、経験値。走る経験値。走る経験値。走って泳いで噛みついてくる経験値、待て。走って泳いで噛みついてくる経験値、待て。OK、レベル上がった。体力9000にしとくか。9000もありゃ、そうそう殺されねえだろ。ま、今、もう、本当におめえらよ。はい、今日の一番倒してるやつ、ピラニアです、マジで。ピラニアが一番倒してます。もうちょっと大量にスピノサウルスを倒す予定だったんだかな。まあでもまあまあ倒してはいるけど。100レベルだったか。なんかちょっと硬えなと思ったけど。俺がレベル上がった。久しぶりだな。77、何が作れるようになった？ホロスコープいらな。いらな。うわ、マジで暗くなってきたな。いや、もう帰ろ。今日はここまでにす、いや、今日の日曜ここまでにしとくか、もう。あとは帰るだけだしな。よし、じゃあ、今日の日曜はじゃあ、この辺にしておくかね。あとは帰るだけだからね。よし、じゃあ、なんか、あれだな。日常って感じ、本当に。うん、この適当感、すごい日常って感じ。というわけで、お疲れ様でした。145レベルの、なんだっけ、スピノサウルス、テイムする準備も進めますか。